ベレン宮殿のファサードアフォンソでアルブケルケ記念碑と宮殿ベレン宮殿はポルトガル・リスボンにある宮殿で現在は大統領皇帝である。ベレンとはポルトガル語で別レヘムの意味。テイジョ川にほど近く多くの観光客が訪れる。17世紀から18世紀にかけ貴族の多くがリスボン郊外に建てた別邸の一つで後応急となった。宮殿の前身は 16世紀の貴族により、壮麗なジェロニモス修道院の近くである定女菓子の丘に建てられた。17世紀に、宮殿はアベイラス博の所有となり、宮殿の正面玄関を構成するゴムネの建物は17世紀半ばからあり、眺めを楽しむテラスがしつらえられた。18世紀初頭、ジョアン五世が宮殿を購入し、増築して内装を一新した。 1755年のリスボン地震で影響を受けず、マリア一世時代にはアフリカの動物を集め小さな動物園が作られた。また、ジャコモ・アッツォリーニによるネオクラシカル様式の新しいババが作られた。庭園と宮殿の内装は18世紀から19世紀にかけてのものである。この時代、ベレン宮殿は王宮としてケルス宮殿や近郊のアジュダ宮殿と共に王族が住んだ。 時には、迎賓館ともなった。1912年、共和制が樹立すると、大統領が短期間だが居住した。1970年代の大統領、アントニオエアネスは宮殿に住んだ。マリオ・ソアレスとジョルジェ・サンパイオの二人は稀に、仕事場として利用するだけで、普段は自宅に住んでいた。宮殿正面の広場は、アフォンソでアルブケルキ広場の名がついており、 宮殿を最もよく眺められる。この広場は1753年に建てられた当時、船着き場であった。1807年、マリア一世とジョアン王子一家が半島戦争に介入したナポレオン軍による占領から逃れるため、この船着き場からリオデジャネイロへ向け亡命した。ありがとうございます。